すいませんここで、カブくんニュース速報をお伝えしていきます。かなり今日は速報が続きます、はい。まずはですね、桜子さんからコメント入りました。ありがとうございます。カブくん、なんか、米国記者のハッシュさんによると、ネイサン・チェンだけではなく、ヴィンセントも学業に専念するので、グランプリシリーズは出ないらしいですよということみたいです。ン、は、ン、い、ンセント・ジョーー選手もグランプリシリシズには 出ないといとうことみたいですよ。えーユーややさん、カブさん、フィギュアスケートの選手の派遣って、なんでアサインって言うんですか、英語ですかということなんですけど、これについて、えーミワさんから、アサインは振り分けらしく、グランプリシリーズは6カ所であるからということでしょうかね。うん、ちょっとよくわかんないんですけど、なぜ僕もアサインっていうのか、ちょっとわかんないですね。うん あ、ひろひろさんありがとうございます。株く探していただき、ありがとうございます。えー、盛り上がったのですね。私もできたら探してみます。ということで、えー、最近ですか、探してみます。はい、あの、ちょっとね、最近だと思うんですけど、うん、どこで盛り上がったのかなというところで、うん。 えひろひろさん、えー、マスミン様、そちらではファイテン普通に買えるのですね。こちらはスポーツ店も直売店でも、羽生くんと同じタイプは予約が普通です。近くのドン、うん、うん、うんでも扱っているのを見ました。ご覧にとっては、しょうまくんと同じのもありましたが、ファイテンの、えー、羽生くんバージョンはないですね。私は肌が弱いので、ネックレスつけるの不安でしたが、ファイテンは今のところ大丈夫そうですということみたいです。 えマサミンさん、どうもです、えー。はい。先の投稿にもありまし書きましたが、私の件は老人率が高くて、フィギュアのファンは少ないようです。フィギュア雑誌もいつも在庫がありますね。私もずっとぼっちファンでした。私も普段はネックレスはつけないので、羽生君、宇野君の方がずっとおしゃれですね。えー、肌荒れしないのは朗報ですということみたいです。ゆうのややさんです。 さん今日は晴れてお昼ごろから暑くなって蒸し暑かったです。今年はサッカーのワールドカップが秋なんですね。私はどっちもっていうのはフィギュアもサッカーも好きなんでどっちも楽しみです。ちなみに昨日はチュニジアに負けましたということみたいです。これは日本が負けたということですかね。うん。レベンジを。はい。そして YM さんありがとうございます。非常に、えー、詳しい情報をいただきました。 はいえー、世界選手権1位から3位、4位から6位は同じ試合には出れないということみたいですよ。これグランプリシリーズのことです。うんえー、宇野選手と鍵山選手は同じ試合には出れませんということですよ。あと、シードの選手は他の試合との兼ね合いがあるのってことですよね。皆さん、自国の試合には出たいし主催者側も出てほしいでしょうから逆にそこは決まってきて、えー、しまう。だかかららもしかしたら宇野山より えー、友野君の方が NHK 杯決定かもしれませんねということみたいです。4位のグビテラシビリ選手はヨーロッパの場合試合、5位のパル、えー、プルキネン選手はスケアメに出るでしょうし、そう,なければそうでなければ友野選手はまずは N 杯ですよね。1位から3位は宇野選手、えー、1、3位は宇野選手、鍵山選手。 ビンス選手はお休みかなということです。そうなれば余計に分からなくなりますが、いずれにしても N 杯は宇野選手か仮山選手。優勝は宇野選手なので、優先権があるので、本人が他を希望しない限り彼かと思いますが、あ、なるほど。あの優勝者が決めることができるですね、優先権で。 これは、あの、すごい情報です。もし彼が2戦ともヨーロッパの試合を希望すれば、狩山選手になりますね。いずれにしても、どっちらかが出た,出たとして、友野選手と合わせて、もう日本2人になります。自国の選手は3人までなので、あと1人。いつも自力では出場できない若手が出てきますね。 確かに羽生選手はどの試合に出ても構わないんですが、N 杯はないような気がしますということみたいです。逆に彼ならどの試合でも出れますが、若手はそういうわけにはいきませんからということですね。うんはいえー、もちろん、ビンス選手がお休みなら、宇野、鍵山両選手は2人で決めちゃっていいのでは 彼らが n 杯を避けて他の試合に出れば n 杯日本人枠が一つ空きますがそれはないのではということですねうん開く場合はもしかすると坪井達也選手とは可能性ありますよねうん。えひろひろさんどうもです えー、カムデンプルキネン選手ってアメリカの選手です。あ、その通りですよ。うん。2019年のスケアカナに出場していましたよねえ。その時の動画を見ていたら、ショートもフリーも羽生選手の前だったので、よく見ていました。ああ、よく一緒にいたような感じがありますが、その時、えー、キスクラで一緒にいた男女のコーチとものすごく喜んでいたのを思い出しました。 その男女のコーチですが、カムデンくんにすごく似ている気がして、ご両親かと思ってしまいましたあ。どうなんでしょうかね。ご両親なんでしょうか。新コーチになるということは、新しいチャレンジをするかもしれませんね、ということみたいです。うん。あの、ご両親が先生だ,じゃ先生だったんでしょうかね。うん。ちょっとわかんないですけども。はい。カムデンくんは僕の憧れでございますね。はい。あの、アイドルでございます。はい。 えー、マレインさんどうもありがとうございます。オ、えーボエのグレーのハイネックはファスナーですということみたいですよ。うん、やっぱり頭ぐるりんがやりにくいから、ショうマくんは開けていると思います。バックヤードでステファン、親切に直してましたということみたいですね。多分アオトゥーランの襟を切ったのも同じ理由かと。この頭ぐるりんは、高橋大輔さんの得意技みたいです。 で、高橋大輔のオペラ座の怪人のビデオは、擦り切れることを見ていた翔馬くんは、見て覚えたらしい。ああ、なるほど。そういうからくりがあったんですね。また、クリムキンイーグルも、先輩がやっていたのを見て覚えたと言っていました。ーボエ振り付けの宮本先生からの翔馬くんへのオーダーは、えー、撮影瞬間がギリシャ彫刻のように、だから衣装の右側が肩先へのドレープがギリシャ彫刻を思わせますね、ということみたいですね。うん。 これはファスナーだったっていうことでキリキリときとき切ったわけじゃないっぽいっすよ。うん。ちょっとそこファン失敗かな。あ、でもそれは別にいいのか。うん。まあそれもそこファンかな。うん。